皆さんこんばんは。ラテリエドゥーブルベの川田若葉です。お菓子教室とそれから自宅教室の開業、そして運営のサポートをさせていただいております。はい、それではね、9時も回りましたので、恒例のインスタライブを始めていきたいと思います。はい、皆さん、集まってきていただいてありがとうございます。今日のお題なんですけれども、今日は、ですね、お教室業で顔出しは必要かっていうね、お話進めていきたいと思います。これってね、もうね、最近はよく、話として聞いていらっしゃる方も多いんじゃないですかね。うん、昔はやっぱり、あまりね、一般人だし、私顔出したくないしとかいう方多かったし、お教室のね、こう案内とかホームページでもやっぱりね、お教室の先生ってね、言ってちょっとね、プロフィール写真っていうのはこうなんかこう伏し目がちだって、こうやってなんかね、お道具持ってたりしてとか、そういうの多かった感じがしますよね。というわけでね、今日はお教室で顔出しは必要か否かっていうね、話をしたいと思います。はい、それでですね、今なんでこういう話をしようかと思ったかっていうと、まあ、今私の、ね、生徒さんでこれから新しいコースを作って、それで、まあ、これを売り出そうという方はね、皆さんそういう LP といって、まあランディングページって言いますけれどもね、自分の、教室の、まあ、コースとかね、レッスンの内容を、細かく書いて募集するページを作ってるんです。で、そこに顔の写真を載せるべきか否かっていうところでね、まず皆さんそこにぶち当たるわけですよ。で、必ず1回は、ちょっと嫌ですってやっぱりね、言う方が多い、実に多いんです。で、じゃあそういう方々に、どうして顔出ししたくないのっていうのね、私聞いてみるんですね。はい、まあそういえば私もそうだったっていうのがあるんでね、わかるんですけどね、まあ大体よくある理由ですね。顔出ししたくない理由聞いてみると、まあ一つは、まずはとにかく恥ずかしい。うん、私も恥ずかしいですよ。はい、こう見えて私もすごく今恥ずかしいです。毎日恥ずかしいです。はい、あと顔に自信がない。うん、これもわかる。別に女優じゃないのにね、こんな、なんで毎日顔出さないといけないのみたいなとこありますよね。はい、あとは結構多いのが、個人情報がバレるのが怖い、ね、なんかこうデジタルタトゥーみたいな言葉聞きますからね。で、4つ目、知り合いにどう思われるか気になる。これも結構あります。皆さんも思い当たる節ありますかね。はい、で、これをですね、一個一個ちょっと論破していきたいと思います。はい、まずね、顔出し必要という前提で話しますよ。で、なんでかと言ったら、私今日のお題で顔出しした方がいいメリット3つお伝えしますっていうふうに言いました。もちろん後でそのメリットはね、3つお伝えするんですけれども、その前にですよ、メリット以前の問題があるなって思ったんです。最近はもうお教室ってこういうお菓子ができますよってことで、一生懸命皆さん綺麗にお菓子と、お菓子だったらね、今お菓子教室の例で言いますけど、お菓子の綺麗な写真撮ったりするじゃないですか。で、こういうのをやりますっていうふうにお伝えするじゃないですか。写真がなくて人呼べないですよね。シュークリーム、1月はシュークリーム、2月はショートケーキ作りますって言われても誰も来ないじゃないですか。昔はそれでもいけてた時代もあったかもしれないけど、もう写真ありきが当たり前でなると、次はお菓子はこういうのだって分かった、じゃあどういう人が教えるのっていうことなんですよ。どういうお菓子をどういう人が教えるのか、これセットで教室ですよね。だから実はどういう人が教えるかの部分が欠けていると、すでにその商品の説明としてなってないんですよね、実は、っていうふうに私は考えます。もはや何を習うかよりも誰に習うかっていうことの方が重要視されてきてる今、顔のお写真がないということは、商品の、まあ、レッスンですよね。この場合教室の先生にとっての商品っていうのはレッスンですか、レッスンの説明として不十分っていうふうに考えてます。はい、ということで、ただこういった理由で嫌だなって思う人は多い、そして私もそういうふうに思ったことあります。はい、なので、まあね、まずね、とにかく恥ずかしい
っていうのと、まあ、顔に自信がない、このね2点について言うと、勘違いしていけないのは、別にその、顔で売ってるわけではないです、私たちは。だから別に美人とかそういう話ではないです。顔がいい悪いではないです。ただ、人となりは見てもらえると思うんですね、なのでやっぱり、あ、なんとなくこの人馬が合いそうだなとか、なんかこの人の雰囲気が好き、なんか柔らかくて優しそうだなとか、割とキビキビバシバシ言ってくれそうとかね、まあ、そういうところってやっぱり、画像でもね伝わるところがあるわけなんです。だから、そういった意味ではね、別にその美人に撮りたいとか、自分を必要以上によく見せるとか、そういう話じゃないんですね。知ってもらう必要があるんです。はい、ね、とにかくあとは、個人情報がバレるのが怖いっていう話ね。これはね、まあ、もともと有名人なんですかって聞きます私、生徒さんがもしこういうこと言ったら、そうじゃない場合はもうね 99% ぐらい問題にはならないでしょうと、例えば私の場合で言えば、まあ、芸能人でも何でもない、有名人でも何でもない私が顔を、ネットに晒したとて、それで何か問題になったりするって可能性非常に低い。ただね、こればっかりはどうしても 100% とは言えないですよね。リスクは一定ありますよ。なんかすごく変わった人に変な形で、ストーキングされるとか、まあないわけじゃないね、もちろん、ただそこは費用対効果っていうところを考えてほしいですね。ただ自分が気にしてるほど誰もあなたに興味持ってないっていうところが現実だったりしますよね。自分が自分のこと気になってるだけっていうのがある。あとは知り合いにどう思われるか気になる、これもすごく多いです。例えば突然ね、今まで顔出してなかったんだけど突然出すと、あの人ってこういう顔だったんだとかね、あとは昔の同僚に、あいつ会社辞めたと思ったらこんなこと始めたのかとか、それとか、まあ、同業のお教室の先生に、ああ何々先生ってよくインスタで見てたけどこういう人なんだ、ふーんとか、そんなことをね言われるのがとか思われるのがちょっと嫌で、そのなんか気になっちゃうっていう人、それもわからないではない、全部わからないではないなんですけれども、まあ、そもそもこれら全部理由ね考えてみると全部自己都合だったりしますよね。自分の都合、自分が恥ずかしいと思ってるとか、自分が顔に自信がないと思ってるとか、自分の個人情報がうんぬんとかで怖いとか、知り合いにどう思われるかって全部自分の話なんですが、はい、これは自分がどうこうっていう問題じゃなくって、お教室業ってサービス業です。はい、でサービス業においてはお客様が神様ですよね。お客さんがどう思うかっていうところに一回視点を移していただきたいんですね。はい、でそうするとね、分かりやすいのはやっぱり自分が教室をこれから探そうと思っている方の気持ちになりましょう。そうしたら、どういう人なんだろうってやっぱどうしても気になりますよね。なんかこのお菓子素敵、これ習いたい、でじゃあどんな人が教えてくれるんだろうって当然のことながら気になるはずなので、やっぱり顔出ししている方が、あ、ちゃんとこういう人がなのねと。ネットで見ると実際問題、実際にその後対面で突然お宅に行かなきゃいけない、ピンポーンとかいう時に、その時初めて顔を見るとかって結構ハードル高い、緊張もしますよね。対面だったってそうだし、ズームでも、ズームで最初にアクセスする時なんか怖くないですか。どういう人が出てくるんだろうとか思って、すごいもうひげもじゃもじゃの男性だったりする可能性だってないわけじゃない、ね、名前がちょっとよくわかんない感じの名前だったら、でそこでいきなりびっくりするとかって嫌ですよね。だから安心してもらいたいんですよ。で安心して商品を買ってもらいたいっていうことは、なるべく、まあ、開示できる情報は出し切るっていうことになりますよね。
ね、カシケットさん、 Google マップに住所を載せているので家族旅行に行くときはリアルタイムで投稿せずに時差投稿するように気をつけています。はい、これすごくいいですね。はい、そもそもね、自宅で教室やってる方は自宅を公表したくない方の方が多いと思いますし、それはね無理してやることではないと思います。Google の検索上を地図を登録できた方がなもうねすごく有利ではあります。検索されやすくなる。ただしそれは例えばマンションみたいなところだったりすると管理組合の方でうるさく言われる可能性もありますし、そうじゃなくても家族の反対に遭う場合もありますから、住所はね必ずしも出さなくていいって私は思ってます。ただカシケットさん書いてくださっているように、もし住所も公表しているのであれば旅行の情報なんかはねリアルタイムは避ける、それはねやっぱり最低限気をつけてもいいんじゃないかなって私も思います。すごくいいと思います。はい、ね、別にリアルでなきゃいけないね、いつもかんでも何だろう、旅行でね今どこそこなうとかね投稿したくもなるけれども、場合によってはそれはしなくてもいいんじゃないかなっていうふうにね私も思います。はいね、でまあこんな風にですね、それぞれ自己都合のことはいろいろ出てきてもそれよりもお客さんの方が上なんだよ、お客室業はサービス業なんだよっていうところです。はい、あと本当にねリスクはねそれほどないと私は考えてます。はい、ではですね、そんな中どんなメリットがあるかですよね。まあさっきも言ったように視点を自分がねこう気になる恥ずかしいっていうのを一回ね外してみたら、生徒さん側に立ったらあこういう人なんだって顔見た方がやっぱり安心もするし信頼もしてもらえます。でさらに言うと親近感を持ってもらえるって、これ大きいですね。その結果お申し込みされやすくなります。で親近感っていうのはやっぱりねどこの誰か分かんないより顔が想像しているとお名前と顔がやっぱりリンクする。そうするといつの間にかね知り合いになったような気持ちになります。例えば私の例で言うと、そうですね、実際に対面で会う前から顔が見えている、そしてねまあいろいろ書いている言っているみたいなところを見ていると、いつの間にか初めましての人なのにもうすでに若葉先生って呼んでくれるんですよね、下の名前でね。でやたらと昔から知り合いだったっけこの人ぐらいな感じでね、すごく親近感のあるね親しみの込めた LINE とか DM とかいただくようになります。でそれねすごく嬉しいですね。こっちはね逆にね相手のねお顔わからないんでこっちが緊張しちゃったりもしますけどね、すごく親しい感じで語りかけてくれます。で質問を受けたりお問い合わせを受けたり、でそんなやり取りがあった方が当然その後のリアルなやっぱりお申し込みっていうのにつながりやすい、これは確かなことだと思いますね。本当にだから、顔出しどころか今私は動画だから写真じゃなくて動く私お届けしちゃっているので、さらにそのね傾向は強まりますよね。本当にねなんかこう皆さん下の名前でね若葉先生どうのこうのみたいなね、この間見ましたこう思いましたみたいなのをねいつもいただけてすごく嬉しいっていう状況です。はいはい、アトリエチコさん、そうですね、若葉先生とリアルでお会いしたことがないですが会ったことがあるような感覚です。あ、本当ですね、チコさん、なんかこう毎日のように何かしらどっかで会ってる感じしますよね。ね、私のインスタライブに来てくれることもあるし、他のね先生のインスタライブでご一緒する時なんかもあって、ねえ、そういえばリアルでお会いしたことなかったんでしたっけっていう感じですよね。でもそれぐらいもうこう親近感が湧いているとすればですよ、すごくやっぱり教室業にとって有利だし、お申し込みはぐっとされやすくなる、これはね事実です。だからさっきも言ったように、もう個人情報がバレるのが怖いね、何パーセントかは多少の危険はらんでます。でもそこはメリットの方がはるかに上回っちゃっててですね、もう 1% かあるかないかどうかの危険性というのをに対しては私はそこはもう自分で決断ね、そこのリスクはあったにせよ
顔出しすることを選ぶということです。でもう一つ大事なのは、これはプロ意識の表れでもありますよね、うん、もうある程度の犠牲を払ってでもやるとか、恥ずかしいって思いがあってもそれを抑えてでもやるとかね、そういうことです。だから、本当に、ね、1人か2人来てくれればいいやっていう感じでね、私はあくまでも趣味でやるんだっていう人で、お教室やりたい人がいたら絶対に顔出しをしろっていうふうに私はそんなに強くは言わないです。はい、お教室としてちゃんとね、プロ意識を持ってお仕事としてやるんだということであれば、これはぜひとも必要、そういうレベルの話なのかなと思ってますね。はい、で、はい、ね、だからこの、メリットとしてはですよ、お申し込みされやすくなるだけじゃなくて、自分と会った生徒さんに巡り合えるってもう一つの実は利点があるんですよ。何もね、発信が上手な人とか見た目がすごくいい人とかが有利っていうわけじゃないんですよね。私自分が奈良川に立った時にそう思ったんですよ。多分、顔で選ぶかな、うん、そんなことない、うん、別に喋りはやたら上手な人選ぶかな、うん、そういうわけでもない。でもなんかそこからにじみ出る人間性であったりとか、言ってる内容の、まあ、なんていうのかな、の誠実さとか、そういうところをがやっぱ直感的に響いて、あ、この先生習いたいなって思ったりするはずです、自分だったら、うん、だからそういうところで自分のそういういい点を見つけてくれる人が来てくれるので、最初からね、やっぱりね、ここは割と相性のいい方と巡り合えるって確率もすごく上がってくるっていうね、そういったメリットもあると思います。はい、うん、ね、なのでさっきから言ってるように、まあ、こういうメリット、申し込みされやすくなるってメリット以前の問題で、今やですねメリットというよりはもしかして最低条件っていうレベルになってきちゃってるかもしれません。なぜなら顔出しをするのが大体この常識感がね、やっぱりこう、まあ、行き渡ってきましたよね。昔は顔出ししてる人と してない人がもしかして半々いたかもしれない。でも今だったら圧倒的に顔出ししてる人の方が多くなってきているってことも現実としてあります。そうするともしかしてで A 教室と B 教室があって、どっちにしようかなってもし迷っていられる方ね、いらっしゃる方がいたとしたら、最終的には顔を出している方の方が、顔を出している先生の方が有利だったりするっていう、そういう現実的な問題もあるかと思いますね。はい、これからの世の中という意味ではですね、さらにっていうふうにちょっと今日は加えます。顔出しが、した方がいいか否か問題に関しては、さっきから言ってるようにもう顔出しした方がいいと私は断言しているわけです、ね、ただ顔出しをしていることが今やほぼ当たり前になってきてしまっているので、さらにその上行く必要があるんじゃないかっていうところまで今日はお伝えしたいと思います。はい、ということで顔を、ね、お写真、動かぬ写真に加えて動画もある方が効果的です。はいね、これは、ね、1週間2週間前ぐらいかな、お教室に、お教室業における動画の活用法っていうねお題でお話しさせていただいてますけれども、その時にも言いましたけれどもね、やっぱりね文字情報のね5000倍の伝達情報伝達能力があるのが動画って言われてますからね。だから当然文字よりも写真、写真よりも動画っていうことになります。なのでそれだけまあ人の印象にも記憶にも残りやすいっていうことになりますから、動画、これは例えばホームページでもプロフィール写真とは別にちょっとね、短く自己紹介、自分で喋っている動画を撮って、それをこうホームページに埋め込むっていうふうなことですね。そういうことができたりするか、もしくはまあ YouTube を始めて、でそこで自分でね動画の発信をするかっていう、そういったところね、まあ、もしくはこのようなね、インスタのライブをやるか、まあ、そういったところだと思います。はい、それからもう一つね、じゃあ、まあ写真を撮ってもらうっていう場合なんですけれども、一応ねプロに撮ってもらうことがおすすめです。はい、でこれはさっきから言ってるように、必要以上に盛ったりするという意味ではないです。
はい、でも、ですね、やっぱりプロに撮っていただくと、やっぱりね、ライティングが違うんですよ。どうしてもね、自分で撮ったやつだとこうスナップ写真的になると、あの明らかに質の差が出ちゃいます、うん、今はね、比べられちゃう時代ですからね、ネットで、ね、簡単にこのページとこのページ、ね、っていう風に比べられちゃうんだから、ちゃんとした写真が撮ってある方が有利っていうことがあります。ライティングがちゃんとしているとすごい顔がパッと明るくなりますから、なんか、同じ表情でもね、すごくよく見えるんですね。そういう意味でライティングと、ライティングの要素、照明ね、と、あとはまあ当然プロに撮っていただくと、まあ最低限の加工で綺麗に撮っていただけるっていうことと、あとはまあね、必ず笑って笑ってっていうふうにね、いろいろと指導してくれながら、気持ちをね、盛り上げてくれて素敵な表情出るようにやっぱり仕向けてくれるのがプロなんで、自分でね、自分で友達とかに撮ってもらうとどうしてもね、ぎこちないのがそのまま出ちゃったりみたいなところがあるんでね、うん、そこはプロに撮ってもらった方がいいっていうふうにね、私は感じてます。ただね、一つ注意はね、盛りすぎ、修正しすぎは逆効果だから気をつけた方がいいと思います。はい、さっきから言ってるように、女優でも芸能人でも何でもないです。だから感じよく撮るっていうことは大事だけれども、現実とのギャップがありすぎる加工をすると、リアルが分かった時の落胆の方が大きいなので、そういうね、いかにもって感じの修正をするとむしろマイナスイメージがつく可能性もあるので、やりすぎには注意、そして若作りも注意ですね。別に若く見える必要ないですもんね、教室の先生って、うん、だから年相応に見えることも大事なんじゃないかなっていうふうに思ったりします。はい、というわけで今日ね、顔出しについてちょっとお話しさせていただきましたけれども、皆さんもね、もし躊躇されている方がいらしたら、さっきのね、私が言ったこと少し参考にしていただければと思います。はい、それでは今日はこの辺で失礼します。皆さんね、聞いてくださってありがとうございます。それでは失礼します。おやすみなさい。